はい、おはようございますキャプテンアスのバイブルトークですえー、今日は3月26日、えー、第一歴代史2章の42から55ですね。2章最後になりますこれでね。えー、相変わらずねここも知らない人ばっかりですね。えー、エフラメエルあエフラメール昨日出てきましたね。エフラメールの、えー、兄弟カレブの子孫は長子メシャ。 彼はジフの父であったヘブロンの父マレシャの子たち。ということでまたそこで続くんですけどもえ42からは42から55まで最後までですねえこうカレブの子孫そうねあのちょっとね支流というかねこの,この人の子供がこ,うこの人この人この人例えば9節見るとヘズロンの子がえラフラメラフエラフメエルと。 ラムとカレブいいうふうふにるんですけどもラムが本流ですねラムが本流で,でそれ以外のエラフメエルとカレブについて今ここでは言っています。で本流であるラムから最後、えー、15節のダビデが出てくるわけですね。あのー、ということでこの前も言いましたが歴代史というのはある目的を持って書かれていてその目的というのは イスラエルがこう一度ね忘れかけたアイデンティティを取り戻すため神殿をねエズラがね神殿をまこね建て直すそのためにまず人々イスラエルの人々がユダの人々が自分たちのルーツそれを思い起こすためそのルーツのキーワードになるのがじゃあ,あの3人名前を挙げるとしたら1人目はイスラエルヤコブですねイスラエルイスラエル民族してのアイデンティティで次が ユダですねユダユダ族の中のユダ族じゃないやイスラエルの子供12人いるんですけどもその中でもユダが重要であると本流であると,というなぜかというとそのユダからユダが偉いんじゃなくてユダからダビデという3人目のねそのイスラエルユダダビデというふうにその3人がこのね 第一歴,歴代史のこう何本流をこう流をれていますでその先には皆さんご存知のようにイエス・キリストがえ出てくるんですけども相変わらず今日のこのねえ名前シリーズでねどうしましょうかって昨日もねあの昨日かやりましたけどもどうですか皆さんあのなんか面白い名前見つけました、あのー、結構これね無限に 出てくると思うんですよ、ね、いうのはなぜかと言いますともう無理やりでもその人が無理やりでもそうだと言ったらそうなわけですからね例えば昨日ねあの昨日か「バイスタであのこんなこと言った人がいたのねあの猫の名前に良さそうな名前ねあの猫飼い猫の名前につけたら良さそうな名前とかつって例えば F「F F って名前で俺あの「あの F が好きですけどね エフーって名前で可愛いいからねフーちゃんって呼んだらいいかってそんなこと言ってましたあと例えばゼパニア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 もうこれ猫の名前にぴったりですねゼパニアってのもし皆さん猫を新しく飼ったらねゼパニアって名前つけたらいいと思いますねゼパニアゼパニアンとかねジバニアンとかいますけどもえで他にもねうちの娘たち娘たちとかうちの家族とかね可愛い名前として 子供もに、まあ、つけないけどねこのキラキラネームとかなんかこんな名前つけたらちょっとあれですけどもでも可愛らしい名前としてエテテ、ね、エテテって名前があってあとピノンっていうのも、ね、あったりとかっていうふうに、えー、もう無限にその,でその人がそうだったらその人が面白いと思ったら面白いしその人がこれ猫の名前って言ったらもその猫の名前なのでそれはもう自分の楽しみとして生めばこれは本当にねいくらでもあのいろんな名前を探せますね。 じゃあちなみにちょっと私の方で探したやつをあと何があるかな昨日言ったっけバイしたで言ったけども昨日の「バイブルトーク」で言わなかったのがハズレっぽい名前の人ねハズレっぽい名前の人が二章五十五節「スカ人」っていうのね「スカ人」くじ引いたら「スカ」って昔言,うんです言ったんです「スカ」っていうねただこれ訳が違うと2017年の版では「 ちょっっと違うう名前になって,るっている話ですえー、例えばあのー、これもね本当にこんあのー、好きな人は好きっていうレベルのものですけども、えー、ジオンのモビルスーツっぽい名前結構あるんです。ジオンのモビルスーツ連邦じゃなくてジオンのモビルスーツっぽいこれ割とあのクリスチャンのね男性でねあのガンダム好きな人多いのでねあ,のあとジオニストも多いので。 これいいと思うんですけど、ジオンのモビルスーツの名前っぽいやつはね、例えば、ジザっていうの、ジザ。探してください、ジザ。量産型のモビルスーツでね、ジオニック社が作ったジザっていうのがありますね。あと、例えばね、ザザっていうのがね、ザザ。あと、有名なところで言うと、ウザ。ウザってほら、触って、このダビデのこう、 契約の箱をねこう倒れそうになってそれをこう「あっ!」って「やばい!」っつって触っちゃったばっかりにあの死んだ人確かにウザだよねウザ。ね、えー、ジザ・ウザ・ザザ、ね、なんかこうありそうじゃないですかね。えまあこれ探してたらいくらでもねあのあります知り合いの名前として昨日ねちょっと出て,きていたのは私の知り合いの。 綾、えー、さん里奈さん両方ともね聖書の中にいました。えー、というふうにですね、えー、無限でですす、えー、ネタの方法ですただ、えー、こんなにね、あのー、ネタを駆使してもまだ明日あさってとあさってはいいんだそう4章はあれが来るからねこう話すことあるんですけども明日だよね3章。 三賞も割とね有名人出てきますのでじゃあもう一つぐらい言ってもいいのかなあの面白い名前皆さんも探してください面白い名前で例えばね例えばこれね真夏の真夏の部活な夏の部活でこう活躍しそうな名前夜間っていうのがいますね、えー、またこれも探しておいてください、はい、ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。 なんかこう大喜利大会のようになってきましたけども、えーまあ、今日で終わりだと思います。ということでごきげんよう、えー。もう明日結婚式です。それではまた。